はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。パズーボブド4実況プレイパート48ということでやっていきたいと思います。さあ、今回からですね、パート40とか52までの5回で、こちらのチャレンジモードをやっていきたいと思います。で、まあ、誰やるかっていうと、まあ、そっか、キャラクターフィールドと場所変わるんだね。うちはクリオン、ジー、グラム、デビル、ギガンですね。この5人のチャレンジモードを走破していきたいと思います。で、ちなみになんですけれども、チャレンジモード、まあ、この5人をやりましたけれども、こっからのですね、クリオンからの5人と、あと、こちらのハテナですね。それに関してはすべて初見です。まあ言っちゃえばドランクとマダムルーナに関しては初見ではないんですけれども、ただ一回やっただけもうすべて忘れちゃってるので、まあこれも初見みたいな感じでプレイしていけたらなというふうに思ってます。じゃあそうですね、今回チャレンジモードですね、シーズン21周目クリオンで始めていきたいと思います。はい、ミスしても先ですね。まあこれはお馴染みですけどね。急ぎ急ぎ時間をかけて図にサクサク行こう。こんな感じなのかっていうか遅いな。遅いっていうか重い。ちょっと待って。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、やべ。ちょっと待って。ここ難しいな。そしてここがなおさら厄介すぎ。あとこっちか。オッケー。46だから19秒計算できなかった。はい、1の2です。ちょっと待って、なんで青が出るの。いや、白が出るんだったら話はわかるけど、青って出る予想なかったんじゃないのなんて思いながらプレイしてたりするんですけどね。急ぐ急ぐっていうか、あれ入んなかった。急ぐ急ぐってなんか微妙にプレッシャーを感じさせる表現ですよね。ちょっと待って。なかなか糸口が見えないんだけど。しかも失敗したし。ちょっと待ってよ。これはひどい。これはひどい。ちょっと待って。急いじゃダメだね、やっぱり。慎重にやっていこう。ちょっと待って、角度が今回は調子が出てこない。角度の調子が出ないって何ですか?やべえ、時間かかりすぎだよ、これいくらなんでも。ちょっと待って、ちぎる。うわ、これはひどい。1の3。なんだこれは。とりあえず視点は上なので、どうやって処理すれば早いのかな?やってくうちに分かって、あ、間違えた。やってくうちに分かってくるとは思うんですけれども、ちょっと待って。どうでしょう?ちょっと待って。てかさ、重いのも相まってすげえやりにくいんだけど。あ、間違えた。真上にやりたかったのに、すっかり忘れた。OK。で、ちょっと待って。これひどいな。いや、初見だからってのもあるけど、結構くだるな。で、糸口が本当に見えないんだけど。ちぎる。OK。で、こうで、視点が一個消えて。クリオンってピンチになると結構ぴょんぴょん飛び跳ねるからうるさいな。これはひどい。1の4、どう?これはなんとなくわかりそうな気がする。だけど狙えてね。でしょ?で、こうじ。ちょっと待ってよー。赤が入ってくんない。オレンジいらねえ。ちょっと待って。お約束の手数でちぎ、あ、できたできた。1の5。あ、ちょっと滑らかになった。
と、ちょっと失敗した感があるかもしれない。これは。あれ？あれ？なんかこれはひどいな。とりあえず目標としては、なるべく全ステージノーミスでクリアしたいんだけどね。なかなかそうも言ってられないな。いい角度で入った、今のは。ちぎる。もうね、ちぎる声も必死になってはいるんだけど、ちょっと待って。あ、ダメだ。あ、これむずいな。裏でやってみようかな。はい、結果は U でした。うん、まあいいか。はい、じゃあ次、ステージ2です。たくさん落とそう、たんまり貯めてドカンと行こう。はい、テーマはもうお約束のちぎりですね。で、あ、ちょっと待って。なんか焦った。ちょっと待って。色出すぎでしょ、これ。いろんな色出すぎでしょ。入んないな。ちょっと待って。素でミスった、今のは。この辺だ。この辺か。OK。で、ここは、ちょっと待って、溜めてって、ちょっとで、黒でもいいや。ちぎる。お約束の点数。お約束の点数ってことは今17個だったのか。そういうのがわかるんですけどね。あららららら。違う、くっつくとこは違うって。いや、最初の、初見だと本当に無駄あるね、これ。初見じゃなかった。あー、バカした。初見じゃなかったら、ぐだることはあんまないと思うんですけどね。2の2。これは、どうしよう。どうしよう。とりあえず、塞いどくんだけど、ちょっと待って。で、こうすると、こんなにちぎれる。あれ？次は何色がいいかな。でもこれは比較的方針は立ちやすいな。なんだろう、ストーリーパズルの、二面ですね。それをちょっと感じさせる感じのステージですね。はい、これはなんとかできた。これはわかりやすかったね。2の3。うわぁ。また限定的な感じがするね。限定的な感じってなんやねん。なんやねんって言っちゃってるけど、ごめんなさいね。一切関西弁喋ってますから。ほんともう、それは直したいなっていうふうに思ってたりするんだけどね。関西の方に申し訳なくて、実況しててつくづく思うんですよ。ここか。入んない。じゃあ天井反射使おうか。天井反射もうまくいってね。あ、今の絶対ダメだと思ってた。ちょっと待って、なんとかちぎれたよ。2の4。これ、しかも、最初の白入れるとこミスったかも。ちょっとあそこは我慢するしかないか。あそこの上の緑のとこですね。あ、そこじゃね。むずい。むずい。ちょっとこれは成功法でいこう。で、ちぎる。ちょっとこれはひどいな。成績的にもそんなに良くない気はしますけどね。まあ
賞金だからね。初見でやるチャレンジモードは難しいですよ。やっぱり何回もやっといて、どういうステージなのかって覚えるくらいの感じでいかないとね。2の5、なんだこれ。なんだこれ。え、視点どこ？見えねえよ。そこかよ。じゃあもう単純明快かな。これでいっか。で、結果量だった。うち何ぐらいかななんて思ってたんですけど、全ステージクリアしたからかな。